はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。よかった、治りましたね。いや、本当に信じられないぐらい重かったんですよ。多分大丈夫だと思うけど、多分理由はわかるんですよ。映らなかった理由ね。重かった理由はわかるんですよ。エルダーズスクロールオンラインを起動してたからっていうのは。いや、勝ちましたよ。あれで降参した。で、エルダーズスクロールオンラインは起動しっぱなしだったから、っていうのが多分理由なんですよね。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。多分これでもう止まらないと思いますよ。よかった、治ったなら、アフうん、ク良スかっタた。の治ってよかっエルた。ダーなんちゃらの面白さ広める放送して、危うく課題始めるところだわ。初見です。気持はちい、いらっよしくゃいなまりせ。に来ました。初見です。ラップバトル枠ですか？なんか後ラッろでプバ音トルは聞こしえないてで聞こすえよ。ね。ソシャゲ以外やってないの？課題はやれよ。わら。予言司会はないハリー氏さん、こんばんは。はい、いらっハしゃいリーま氏せ。コエム。来ました。俺のうんもうち止もまやらっないことえ思うる。けど。うんちーコングって知ってる？やったぜ、ハリー氏さんだ。はい、勝っいらっしゃいた。ませ。ムッスプから勝ちまし大たよ。音仲が間が強来かったとか思らいね。ました。つまり、ハリー氏のせい？初見です。はい、いこんらっしゃいばんまはせ。リー氏。次止まったらガレンとラップバトル。うんちーコングとラップバトルしないんですか？ S 取れたの？ 取れなかったと思う。すぐにノーアウ負けちトゃったか連ら、試発合しね。て。初見、ハはい、いリ、らっしゃいま動せ。き出したなんちゃらは止まらないみたいな。バイト早く終わってよかった。は北海い、いらっ道しゃいま OS せ。ランからどうやったら京都大学行けますか？大 きまあ、なそれを会信じて社。たアホがいま画したか面らめっね。ちゃ綺それはそ麗。れで面白いでバすコよ。ツ？へい。はい、いらっしゃいま楽器せ。何使ってたの？さっきリー直しシーンた？とうんタちロコンンかグのな。モノマネしてください。マンゲの枠。ダリウスがラップバトルしてる動画ようすでにあったけど、ハリー氏？さっきの画質と全然違うんだけど。ガレンってラップバ今トル強 OBS そうでやっにてま見えするんからですね。が、よければ使ってください。放ありがと送うござい終まわす。れ。ゼラスって可愛いですよね。ポケモンいつするの？動画投稿自体はまだかな。タ新レン作トゲーだムだとから、も持っていっ出てばってたかりよね。でやるっていうのはちょっと僕どうかと思うから、まだやんないですね。ガレンとラップバトルする放送って聞いたんだけど、マジ？風さん、なあ、ポケモンカードオンラインしないか？ポケモンカードがね、僕ルール全ワ然わコからないんくん、ですよ。日本サバ以外どこのサバだもから大ハー好スきスにトーなンりでいいかまなっす。て思ってる。今日夜ご飯何食べた日い？本サーいバーちいがち思うさときんに流行ったのはオセアニアサーサイバーでコすンのね。近所住入りました。ハリー台氏湾ハサーリーバーだったっ氏け。ガレンに教えてもらえ。寒い。トリプル X4 トね。リプルエックスさ、寒い。もう放送してないじゃないですか、最ガ近レンにね。教えてもしめらじさえ。んがいじめすぎたせいで。あれ、さっしきめのじさんさ、がもう、簡単だボッしょコボみコにしたたいかならポね、ケトリモプンルエックスカさんのード。こと。ポケモンカードはボッ相コボ手コがに言いいまっくっぱたいせいだでろうも、に倒せ放ば送れしてるまガせんレからンね。とポケモンバトルしないんですか？シャドバやらないの？わこつ？やっと入れた。ポケモンカードは簡単だからおすすめ。しかもゴースティングしてたなんのかあね。れなんだゼよラね。ス、ポケモン、ゴールド、ベッなんか手ダ、持ちみたいガレン、なのがあっです。て、ガレン、それがそん全な部負けに、たら終わ夜りなのんだごよね、飯確か食べね。たい？ガレンといつポケモンバトルするの？聞きたかったんだけど、うんハこリーちゃん氏のが放飛送ん見てどるぐりらいしとかわこかんでないだけいど。止まってネタかマジかどっちなの？両津で動画上げてるんじゃないの？トリプルX なんじゃて？起動ってマジ？ハリーチェーン氏リーが、クスやってる？ソニロジガレキンラがな押のっされまて、したね。出たのがマジチェーンなのリーかどっとトちなリの？プル X ってどっちあがれコでンすトロよ。ール強い？ロキが強僕いね。ね、ガレンとマン人をゲバカしにたするい配と信好聞ききじゃないんそう。ですよ。トリプだルから、例えば X4 ね、ね。ボッコボコ対に戦相手潰をバさカれにしたたりとかかね、ら。だから僕は対戦相手バカにしてるコメントあったら、ルックス、スリッヒトプのポケ技モンね。に文句言うのか。普通、アットって打ったらの、チャンクって言ってどっちしてくれそう。アットそのまだ、レーダーエッジハリーし、チャンクちぎって、日本サバ剣以眼アシ外ュのラ知っ感てる想人がいしるかて、ら、リヒト打っ助かたりら、ますね。俺がみんなに愛されてるあんたもそうだろ。500円玉引きちぎれる？俺の露出物が好きなんですが、どうですか？ハリーしのうんち力どのくらい？指先のやつうでんすちよ力ね。わからない。あるよ。でも今日俺3回にぐとっらいてしまうんしたちよ。が強いか相な。当うんち力俺あをるはずだ単け純ど。に食べたい。握力、ピンチ力、うんち力の算数。みんなが俺の首を狙うだか俺がそう、そっちに新しい寄ってロるールか。動画の話レーしてダーもヨいいシですラか、はちょっ音感と。持ってる。わら、構成てだめえってけ何かトランプで戦言っときえまそうすな顔ね。してるな。僕500円構引き成ちだぎけれ言っまとすくよ。と、爪楊枝引きちぎれる？
動画とは声が違うので、なんだか何言ったかな。ネットシャバの500円玉がつかめる。ハリー氏の僧帽筋はどこで見れるの？3回転でハンティコングとラッキー。予想以上にダメなんですね。あんまり喋る。ごめんなさいね。じゃあ出るために12回ぐらい読み込んだわ。今のオップチャンプ教えてください。ダメ。ファイナルファンタジー、あ、ネタバレっていうか何の話してるかだけは言った方がいいかなと思って。ダメ。多分皆さんあんまり知らないと思うけど、あれですね、この放送の定期的にうんこってコメント流れるじゃないですか。うんことかうんちってコメント、あ、それについて解説してる。だからちょっとあれですね、もしかしたらうんことか嫌いだったら楽しめない可能性がありますね。もしかしたらね。ウグさんとハリー氏ってどっちが三角筋大きいですか？うんちーコングのモノマネしてください。うんちーこちゃんぴょん、ちょっとじゃないで。あのは、うん、言うなや。このは言うなやってコメントしてる人のアイコンがですね、カレヨシナリだからね。この人のアイコンがカレヨシナリ、海への帰還っていう画像になってる、うん、すごい面白い。よくそれをアイコンにしようと思いましたね。人間じゃねえ、楽しめない肉さ。ピンチ力、幼稚園の教育ビデオ見てんじゃねえぞ、殺すぞ。ちょっとってなんでそんな嘘つくんですか、わかるか。ヒップホップは生き様、ヒップホップは生き様がにじみ出るんだよ。画面、田島。今日これ1試合目ね。ワード、今日1試合目にしとくから、あと2、3試合ありますよ。さっきのタロンとリッシーに関してはですね、なかったことにする。バイザー出すですね。あれ、これ間違ったのがいいかな。HP 残るから、いつも僕タリスマン採用してるんだけど、あんま威力変わらないし。頂上決戦、優勝するのは東京が前提。なかったことにする汚い大人の鏡。走り方が絶望的にダサいんですが、どうですか。カーバイン負けた。そんなにダサいかな。僕好きだけど。ハートに面白かったです。ありがとうございます。3試合やな。そういうことですよ。から出ないやつとかいんの。だから長期戦ですね。今日夜ご飯何。エルダーズスクロールオンラインをやりたいのを我慢して放送しますからね。話はやめろ。今はマチェットの方が良くない。マチェットバフされたからマチェットの方が良くない。それ言ってほしかったな、早く。ジャングル全然しないから、それは早めに言ってもらったら僕はマチェット選んでましたね。毎回毎回見どころばっかりですよね、ジュジュアニメ。僕すごいと思うんだけど、あれって毎回毎回面白いもんね。ガララワニって最初のやつでしょ、トリコのね。同僚は別にかっこよくないかな。やめとけやめとけってやつね。あいつは付き合いが悪いんだっていう。楽しいんだか楽しくないんだかってやつね。そうですね、ゲームぐらいのあれが欲しかったですね。釣ったよなーっていう、そのぐらいのあれが欲しかったですね。ゲームがやけに良かったですもんね。行こうか。読んでない。キライ吉影つったよなって言ってね。今読んだって来たんだとしたら、多分速攻でやられてますからね。吉影。これハヤトがね、ジョースケ見てたけど、お前本当に小学生かよっていうね。あ、え？あ、G G。治療基地影から女性を守る同僚が一番かっこいいって言ったよな。なんでわかってんの。リメイクですね。一部ミスは声の演技ですげーっていうのがあったけど、34部は。いや、これめんどくさいな。スタンドの名前何。あいつ弱いだろ。え、これって僕勝ったことになる。リーシンツよ。え、
またリンシンの勝率上がりましたね。あの皆さん、あのすごいと思わない？あの僕リンシン、さっきの試合もボコボコだったじゃないですか。あのならないんだ。ならないの。負けないからなと思って。かわいそうだよ、人の気持ちもっと考えなよ。ペンタキッズ S リメイクっていうシステムいらないよな。向こうならんでしょ。次の試合を1試合目にしろ。これいす、これもう勝率8割あるで。僕はあのせっかくねトップレーンってあのフラッシュ切らしたんだけど、あ、そうですね、そこ行ったらそうだな。リーチ勝った試合なんてか知らんけど勝つよな。ハオ色だけで勝った。ここの放送は大バラバラすぎひん。お前またコーラ飲んでるだろ。勝ち負けの飲んでませんよコーラは。リメイクいらないっていうやつは絶対新規。ビクトリーって出てるよ。ハリーシって GG しかネタないの。なあポータルモルガナで嫌な思いさせないか。なあポータルモルガナで嫌な思いさせないか。バレンを見つけて行こうかな。乗り換えた男よは次から1試合目。今まで何してたの。ハリーシンだけは あと2試合かな。今の1試合扱いしようかな。ちょっとキルトっても開幕毒なら続かなくね。もうエルダーなんちゃらやるべ。もしかしてこれがリーシンのウルト。インが同行の時代じゃねえこと証明。早くクラブ募集再開してテス取れた。わかるか。クラブ募集はあの再開してるけど、あの別にあのそんなにやる気がないから活動してなくていいかなって思ってる。もうほぼほぼ雑談だからね。もう最近などのハースストーンの私が言ってませんからね。僕クラブね、僕もありませんよ。サモアの当たり前みたいに言われても困りますからね。ぶっちゃけた話みんなどう思う。ガオランは最強だよな。あ、出たラップ。ヒップホップは生き様がにじみ出るんだよって。つまらんから早くしてあげて。絶対ね、これも確信がある。そうだね皆さんね、これ絶対確信がある。ほらね、ほら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 、同じ人ね。これ同じ人。日本サバでやらんの。絶対同じと思ってた。ほらずーっと打ってるやつね。絶対同じだと思った僕は。だろうなと思いましたね。絶対さと思った僕は。ちょっと次は T 参ろうかな。ないですよ。初恋がこれ、それってすごいですね。いきなりあの放送来て、あのうんち漏らしたことあるっていうあの初恋でする勇気ね、すごいと思う。それはそれあれですね、あの小学校であの学校のトイレでうんこできたタイプの人間ですね。それは って思うでしょ。あのこの人のツイッター見たら分かると思うけど、普段からずっとこんな感じですからね。その前も出したけど、学校の机にうんちしたよっていうのは自慢げに言われても僕は何度も言えないですからね。よくなんて反応すればいい。いや僕はできなかったって言えばいいのかな。できないけどね。ないですアニメは。恐ろしい性癖の持ち主が集まってますね。ゴリラの正式名称がゴリラゴリラというのと似てますね。ファイナルファンタジー外から失礼しますをやってくれ。ガレンとカメラップしてください。俺トイレでうんちしたことあるよ。かっけー店長、やべえやつしかいねえ。ハリー師匠学校でうんちトイレでうんちして褒められるのはね、犬とか猫ぐらいですからね。ペット限定だから。それは人間には適用されませんからね。それがわかるか。トイレのタキションするところにうんちした。はラッパー返しは疲れ合う。めっちゃマナー悪いしじゃん。あの小便器にするってことでしょ。すごいな。
線ガレンだよ、わかるか。ヒップホップは生き様がにじみ出るんだよ。小学校で一度もうんちしないで過ごせた人って存在するのかな。赤ちゃんも褒められるぞ。この放送したのどうしようかな。インターネットですね。俺らのことペットっていうのやめてくれない。小学校低学年でうんちの始末させられる先生の気持ち考えたことある。コンビニのアイスコーナーにうんちしたったわ。うんちの保育園の頃いましたね。カメラアップしてください。ツバを5回連続で飲み込むの不可能。うんち掃除してる先生ね。汚ねえ。この構成やばない。俺をシュレット起動してから下痢ぶちかましたよ。構成やばいんだったらこれで濁そうかな。今日も食べてみたけどまだ酸っぱくて泣いた。ガレンからなんとかなるからね。構成は新構成ね。構成汚すぎて草。ヒップホップの種やばいな。今日夜ご飯何食べたい。こんだけみんなうんち好きなら次の動画も安泰だな。飲み込めたけど。ガレン使え、ガレン使え、ガレン使え。小学校ガレン使いましたよ。驚きでうんち漏らしたことあるよ。オレンジ業務ただ僕ガレンしばらくやってませんね。なんかキム先生めっちゃ可愛い。オレンジ業務食べてみたけどまだ酸っぱくて泣いた。うんちうんちうるせえ。わら。サンタさんにクリスマス。シャコか。めんどくさいな。うんち食ってうんち吐く。ハリシガレンさ。ギター、ガレンかラップバトル。ジャングルあんまり回りにくいんですよね。ガレンって。できるからね。うんちしかコメントないじゃん。おい。トリプル X さんのファンやめます。中学生の今のところガレンジャングルったこれ。AD よりかな、かなり相手が。そう、なんか強くなったらしいですからね。この放送にねえ、こんだけ人数いたら、まあ、一人一人が何かね、あるのは分かるんだけど、エピソードがね、そのエピソードの大半がうんち関連っていうね、なかなかすごいですよね。僕は所望してませんからね。なんかあれありましたよ、なんかね、なんだっけ、なんかあれでしたっけ、なんていうんだろう、ホモっていうのかな、 BL が好きなんだけど、確かね。それは包み隠さないのもすごいですよね。やっぱ王者の風格っていうのかな、すごいですよね。うんちしたことないっていう人いるけど、ちょっと前に事件ありましたからね。うんこを我慢したと女性死にましたからね。体からコンクリートくらい固まったうんこが4キロ出てきて死にましたからね。もうカチカチになってたらしい。コンクリートくらい固まってたうんこが4キロ出てきたってやつね。事件ありましたよ、そういうのが。ありましたよ、それは。うん。アスカにお薬あげたの気を払ってま。ラップバトル、ラップバトル、ラップバトル。もしかしたてミッドガレンですか。エオスタイル。これジャングルガレンですよ。食べたの。マジ。トリプル X4 ね。ま。ジャングルガレン。あったね。女体の神秘。それマジ。いつの話やねん。これマジですよ。今日から運慶するわ。これはマジ。ネーム映ってるぞ。俺も岩盤くらい固まったうんち出たことあるよ。伝説のガレンジャングル。何それスクープ。純放送スター。それくらい。本当にちょっと待って。前くらいにテレビで見た。ハリーシうんちの話やめろ殺すぞ。俺今うんち16キロ溜まってるよ。ダイヤモンドでってそう。来てないじゃん。そんなに我慢できるもんなのか。そいつやば。アイドルだからうんちしないのは仕方ないね。延長した。今僕放送画面って番組終了ボタン押そうと思ったのにな。なんでその人排泄縛りしてたの。ガレントラップバトルした。コンクリートうんちはさすがに草。びっくり人体型になると中国くやつ。ガレントラップバトル、ガレントラップバトル、ガレントラップバトル。チェダーって呼ぼう。名前隠したいみんな。ガレントラップバトルはしないけどガレン使いますよ。今日夜ご飯何食べたい。タリックスタートのやつね。クスペケ名前移っちゃったね。ジャングルガレントラップバトルしてください。超ガレンだね。1週間溜まった宿便をお前の顔にぶちまけたい。中国だったらそれ現在に使えそう。ツイキャス行ってくるわ。その人はコンクリートはい、いらっしゃいませ。ニコ生じゃないとこ出てんだ。髪切った配信ね。どっちのかけ方立てた？なんか昨日髪切ったら配信するって言ってましたよね。似合ってる髪型、似合ってました？小塚みたいになってるんだ。そんな切るほど長くなかったですもんね。コンクリートうんちだよ。コンクリ状になる理由は便秘や印出すために食物繊維
食べる矢印なおさら硬くなって出なくなるの無限ループ。くどづかになってて草切るかみなかった。うんち博士もいますね。素晴らしい。サカナクションが生まれたぞ。うんちちゃんに魔法奏してる。ラップバトルスイッチに移行しろ。オタクはサモナーズリフトくんなよ。ラッパーはうんちしない。新宝島になってる。同じくらいのデブタイ豚、どっちが生えるか。この大舞台ソナちゃんのうんち食べたい。わかるか。ヒップホップは生き様。まださ、あのマルファイナのうんこ食べたいとかって言われたら、あの、あ、冗談だなって思うんだけど、ソナのうんち食べたいって言われたら、あのこいつはあの本気で言ってるんだろうなって思っちゃうからやめてもらっていいかな。笑える要素がなくなっちゃうからね。まだマルファイトとかって言われたら冗談ってわかるんだけど。ガレンとウンチバトルしてください。ラッパーですけど普通にウンチしますよ。ハリー氏さんはラッパーですけどしないんですか。カトジュンの配信始まったから見てくる。お疲れ。これウンチなんです。バナナみたいでしょ。ウンチなんです。ウンチっていうのはね、まだ完全に消化されてないから栄養があるんだ。お、リンクだ。いや、まあ、あのみんな我慢してもらっていいかな。これがリンクジブですか、うん。みんな我慢してもらっていい。新しい動画で散々言ってるから我慢してもらっていいかな。今はね、初見の方もいるからね。これあの話題変えませんかってあの初コメさんが言ってますからね。リンクのうんち食べたい。リンクジグとか森の精霊になる未来しか見えない。ハリー氏さん、こんにちは。かわいいね。うんちして、ガレンのあれを。おい沼どもうんちうんちうるせえんだよ。絶対こいつずっと打ってるからな。うるせんでやってるやつね、絶対打ってるから。初見は帰れ、初見は帰れとか、あの嫌なら見るなっていう僕理屈あんま好きじゃないんですよね。あの動画投稿者でいるんですけど、嫌なら見るなって人ね。嫌なら見るなって言うんだったら、あのタグにね、カテゴリータグつけるなって思うんですよ。ランキング載ってるから多分だけど見てもらってるんですからね。僕はそう思うんだけど、嫌なら見るなの前にそういうこと言われて、文句言うんだったら動画投稿するなって僕思っちゃうんですよね。見てもらいたくて放送してるわけだし、動画投稿してるわけですからね。って僕はそう思うけど、はい、いらっしゃいませ。だから僕はあれですね、あの初見は帰るとかそういうコメントはあんま好きじゃないかな。仲良くしてほしいですね、皆さんには。くー、いいやつ。はい、いらっしゃいませ。出回しは沼が住んでるというよりは、なんて言うんだろうな、あ、やばい、シャコイツル。出回しは何ていうか、愛国心がすごい強いんですよね。国のためなら死ねるっていう人ばっかりなんじゃないかな。なんか心臓とかガレ見てるとかそういう風に感じるけど。すいません、地球を持ち上げてもらえませんか。いいですよ。うん、いいやつ。うんちは肛門に帰れ。思った通りだ。完成が世界でも掴めて勝利の女神。うんちの話したのからラップバトルしろ。うんちこめしてるやつ帰ったら誰もいなくなる。ラップバトルしてください。ラブラビット。ダリウスだって国のために読んでるぞ。祖国の、まあそうですね、プアレンタインかな。デマーシアは最強だからね。神風キングダムかよ。お前ロル初心者のことツイッターディスってただろ。お前それで自分のこといいやつって言えるか。恥をさを持ち上げるの。ウルトの時に初心者のこと僕ディスったことあるっけ。地球持ち上げながらうんちしてもらえますか。うんちバトルしてください。お願いします。うんちしますから。随分楽に回れるようになったな。やったー。地球を持ち上げて、あれ多分行ったら死んでたな僕。うんこもりもり。いやー、車庫が怖い。ドリフターズアニメまとめてみたけど面白かった。なんかグロいんでるんですかね、ドリフターズって。出回しあって日本人だとにほーんって言いながら攻撃してる感じ。日本万歳とかそれに近いかな。
多分ね。シネジガエス7の脅威実装でファン説良くなったとか言ってたけど、あれ間違ってたよね。回転にレッドバフ乗るんですね。ドリフのギャグ寒すぎない？武装降下してほら、ラップバトルしてラップバトルしてラップバトルして、地球を持ち上げたらうんち出るんですか？グロくないよ。うんちとか。グロくなかったっけ？うんちって言ってるの？ハリーシって本当のやつだな。うんちつけたやうちまくるアニメ。あ、それは割とありですからね。剣にうんこ塗るとかね。ハリーシの放送って出回しは、祖国のために的なニュアンスって聞いたうんち。そうですね、それですね。ラップバトルとうんち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 。バレンとラップバトルしてください。トリプルちょっとハバレン僕ないですか？これとかにうんち塗ってるよ。うんちこねしたら金もらえるんか？お前がとっても大丈夫。特徴の内容がジョボキャラとっとと大丈夫。ファイナルファンタジー外から失礼しました。ここであのラップを披露して、あの視聴者さんからねそのラップ良かったよとか、そういうあの感想をもらう場ではないからね、ここはね。うん、それでいいにはしないですよ。ルルあんまりうまくない感じだな。これ行かなきゃ。はい、いらっしゃいませ。と申します。私は戦争が大好きだ。うんちって NG じゃないんですか？ラップバトルしてください。うん、違いますよ。秋山実況また見たいでまーしゃー。ありがとうございます。うんちつけたや売ってるのはマジ。ドリフすごいうんちの話する。バカゾンとこれあのもう少し押したら来るんじゃないかな、こっちの方に。どうでしょうね、ファイナルファンタジー14の予測は。うんち構想でしたね。この感じ久々。今味方のことディスったね。うんちつかないからラップバトルしろ。ライフ相手に連で戦えたらいいんじゃない。うんちとバレンバトルしてください。コメが汚い。笑序盤はダメージ出ませんね。まだうんちの話してる。さっきからリントップ多くね。さっきの人耳元に。これでリコールした振り作戦ね。どのぐらい有効かわかんないけど、よく使う僕が。ファイヤーです。その心笑ってるね。うんちは聖なるものだから。うんちイコンブって知ってる？うんち投げつけちゃおうかな。ゼルダのスピーカー HP マックスで負けたってことは相当差があるな。ミッドレーン。ハリーシさんって1日にどれくらいうんちするんですか？しメリン。わらわら。HP マックスで負けるのか。東京だから東京だから。ラップとうんちバトルしてください。そのリコール騙されるやついるんか。たまにいる、うん、たまにね。うんち入れてほしいよ。うんちとうんこってどっちが好き？サーバーどこ？初めて使うけどデータはマジでいた。うんちバトルしてください。あでも取ってやろうと思ったね、今意地でも僕キル取ってやろうと思ったけど。はい、いらっしゃいませ。ああスマイトつかなくていいかなと思ったらスマイトケチした結果のフラッシュ切らされるっていう本末転倒すぎるな。あ、ウェイが死んでるし。最悪だな。あー惜しい。そのフラッシュダイヤモンドっぽかった。当たったら死んでましたね。本末転倒一瞬で中指発球。あそこの鳥って数増えましたよね。何このスキン。だいぶ増えましたね。倍ぐらいになったかな。仕事早いから早くうんちして。カルマの生産はどうする？毒モル生産化合物。純の髪型の感想をお願いします。バレンスで赤取られましたね。絶対殺す。ゴーレム狩られましたね。絶対殺す。強敵でしたね。
れ、なんでこんなうちの話出るん。結局ガレンかよ。一匹だけ残ったラプターから哀愁漂ってた。オレンジ状の食べ物やり返した。まだ酸っぱくて泣いた。やり返された。たらよく生き残れたな。ゼルダ好きなんですか。どうしようかな。ジャングル狩られてるから。純放送を捉えた。うんちです。正直ダサすぎてくさ。こいつリンクですか。俺がゼオスローカルからマジでこの勝負はどうやる。取った。リンクムくん怒られたってま。自分荒らされすぎてませんかね。そうですね、ちょっと僕がフラッシュ使って逃げたところもありましたからね。いや、今シャコ側のあっちにいるんだったら、うんち漏らしたましたね。絶対殺す。大満杯とか。あ、どれなんじゃないか。これ4バフ管理されてるんじゃね。純空キャスやっといて。なんで日本サバじゃないの。ただいま。ソロヘラルド行こう。ゼルデンの主人公がリンクしてます。よし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 。一矢報いましたね。取られた。まあ交換ですね。アイズさん風に言うんだったら、一時交換ですですね。惜しい。頑張れ。あー、大きくなれた。いいですね。あれ分身なのか。シャコ本物かと思って今。あれ分身なんだ。このシャコのうんちマジで嫌い。シャコいい感じにキルしてますね。キル2アシストが150あったらもう怪物だと思うけどね。間違いなくね。燃えるゴミさん、ゴジさん、バジマン、カチカン、カジカン。ミッドソー。ウルトルの上手いですね。さっきのフラッシュが嘘みたいですね。握力何万ですか。なんかこのチャンスタップの方が似合わない。くさ、こわ、シュッ、わらわら、シャコうまいな、舌打ちするな、シュッ、そりゃ、うんちの話がめちゃくちゃ寂しいだろ。クス失敗で舌打ちしないぜ。クス失敗やつ、ハリーシュース知ってる。ミニオン押し付けてあげるジグの鏡。いや、ケースしたいというよりはアシスト欲しかったってのがあるかな。ハリーシュースの悪力かけるスピード破壊力理論信じてるの。あれでも信じてないですね。下打ちでタイミング測ったらちょっと面白かったですね。タッキングって言うんだっけ、なんだっけ、なんかそういうのありましたよね。オレンジ醤も食べてみたけどまだ酸っぱくて泣いた。舌打ちの反響で息を測る。ハリーシ味よくないない。それと来たお馬デブザイルの二分みたいな見た目でダメだよ。タンギングな。ハリーシ味初めてちぎった。詳しいが出ますね。クスしないでクスしてましたね。わら、なんで青バフあるの。うんちか。シグアナの方が強くない。スパンキング、ヒップホップ、こいつがあれば帰れる可能性にかけてみてんだ。特お前のアンサーと同じ。今年は俺がいただくぜ。頂上みかんが酸っぱいだけで泣くとか、お前人生向いてないよ。まだウルト一回も見てないっすよ。まっすぐ行ってぶっ飛ばす。昔過去の話そんな関係ないで、こんかっこええ方。努力したものが全て報われるとは限らん。しかし成功したものはみんなすべからく努力しておるとは限らん。それ本当に何回聞いても笑っちゃいますね。とは限らんってやつね。すごい好き。それは関係ない。今日の勝負に一切関係ねえ。ラップバトルしてください。ダイナモ感覚、ダイナモ感覚。ボットレーン行った方がいいかな。いや、ペスは取れ。これ今更だけどいい。これすごい負けてますね、こっち。これ AD ルールだしね。え、 AD ルールだ。すごいですね。希少価値がすごいあるけど。関係ない。今日の勝負に一切関係ない。ラオランって勝つと思いますか。この高校ラップ関連以外は面白いです。相手がいい使ってるの見えて見えましたからね。よかった。足音消すのが癖になってる。ガキがスケボー乗ってんだけど潜って。電車に代金持ってないのか。無意味な着物は下のものの気持ちは組んでも顔色は伺ったらあかん。好きなようにやったらええ。オレンジ醤も食べてみたけどまだ酸っぱくて泣いた。車庫車にいるんだったらこれ割らないとマイナスだな。
ないさ。日本でやったら無条件バンクランやつやなるる。だから入る必要はないけど、そこの栄光って関係ありませんよね。ハリーシさん教えてください。本当は3万。チェックしなこのフローお前じゃ絶対乗れないよ。その場所は手書なんだけど、青くていいとは限らん。あの汗だくのガキ、あの汗だくで、おあちょっと消すな、癖になってるガキ煽ったらね、殺されるからね、顔真っ二つにされてね。これ日本サバですよ。どうか行くけど、これ多分てか絶対バーであるんだよな。見ねえ見ねえ、僕読んでませんね。あ、パンテンを押すんだ。まあ、オッケーか。俺がお前に買ってあげる経験値でも、俺が起こす天変地異、お前にないメッセージ、まるでアイドルの悪図ねえ。吉川ゆりやって知ってる？吉川ゆりや知らない。吉川大のスキルよけられん。何使ってますか？筋肉の割に弱くない？こういう雲の入れ墨してるやつがおる。わらわらちょっと覚えてやろ。とはかみらん。無理だな。ピンクはどう？メディに踊らされるんじゃない？このコンビニートで踊るんだよ。今来た。なんで枠飛び直したの？画面が重すぎてできなかったから、ソフト消して再起しましたね。放送ヒップホップセンス微妙でくさ。後で吉川ユリアの様子で貼っておきますね。ありがとうね。鎌倉幕府滅びたってね。どこから来たんだ。よく現代からね、そっちの方行くっていう話はあるけど、逆バージョン僕あんまり聞かないですね。ありがとうね。鎌倉幕府さ、何に見えるコメントラップかこれ。これはジジイ臭いですね。理屈を教えて。ここの放送ラッパーがいる気がして気が散るんですが、これ入ったら死ぬな。死ぬな。ルルと浮いてないからね。あっぱな。異能性わかるだろ。これどたまいろものだけじゃ勝てねえってこと。魂で語りかけてな、お前のラップ聞かせてみな。味方弱すぎてくさ、夢だよ。情弱すぎ。リンクック恥ずかしくないのかな。はスクープの配信って。いやまだ負けないと思うけどね。まだ負けないと思うけど、そんな勝てると思ってないかな。あ、今本当に送られてきましたね。吉川ゆりやですって言って DM 来ましたね。さっき言ってたんですけどね、努力したものが報われるとは限らんってやつね。本当にそれですよ、今。負けないけど勝てないよね、これ。ラップバトルしてあげなよ、つまらんから。通ったりなくない？と思ってんだろ、ひっくり返してやるから解け。あれはどうするつもりなんだ？上に立つ者は、下の者の気持ちは全然変わるのを伺ったらあかん気なようにやったらええ。終えるかな、終えるかな、終えるかな。絶対無理だ。リンクって左利きじゃなかったっけ。鎌倉幕府が滅びたとは限らん。鎌倉幕府は滅びた、それ一番言われてるから。それ確証を持っている僕がね。一生追いかけろ。過去の栄光マジで関係ない。今の勝負に近い関係ない。夜ご飯飲み食べたい。粘られたな、かなり。青スマ届かなかったか。うん、届かなかった。ボタン連打したけど。つまる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 とは限らん。あ、じゃあ何キル？ 3 キルか。うん、3キルだったらギリギリ勝てる範囲か。ポチポチポチ。ギアサードお前ここから。2番ちゃんとラップバトルしてください。この前コンビニ行っと中ババアからクイズ出されたけど、うるせえからシカとしてやったわ。ハリー氏何歳？あれ動画時代終わってるじゃん。ハードコア。じゃあどこがいい？あれこれいけるんじゃないか。これ道徳の需要ですか？いや、これ無理だな。シャコと足きますね。うん、シャコはここで迎えると。ダレンのラッツバトルの上手さに助けられてんじゃん。クソ、アリスさんせいで割れた。ダレンの感謝しろよ。アギトセント君に負けたってま。埋まるって知ってる？あれですよね、妹のやつよね。これあれだな、分身だな、あれは。フリースタイルダンジョン、一
が参上、チコ、いい感じ、作り出すブルーソース確実、私のくっそ、アリスタのせいで、くっそ、もったいないですね。オッケーオッケーオッケー一応ランページですね。かっこいいな。ただでも最悪のアリスタあれですもんね、腐っててもやることありますからね。なんだかなりますよ。ランページじゃボケーは僕多分だけど1回しか言ってないですからね。マスターインの時ね、タンキーワイヤーの時ですね。ヨウム行ってコテ行ってボールかな。なんか草食動物のうんこは臭くないらしいですね。夜ご飯何食べたい？上に立つ者は下の者の気持ちは汲んでも顔色は伺ったらあかん。そのようにやったらええ。今言っていわんですよね。トリプル X4 ね。でも、どうでも運慶影よ。スナイパーじゃねえ格闘家ファイターだ。自分の鏡をよく見なさい。俺言わないでいたかい。ウルトケチった。ウルトケチった。最悪。最悪だな。ウルトケチしたのがあれだった。そう、フラッシュキルならウルト使えばよかったな。スタンした時のご機嫌な効果音なんない。フラッシュキルならウルト使えばよかったのに。しょうもねえ。ちょっともったいなかったな。牛のも十分臭いんだ。騙されましたね。わざわざビズのウルトに当たりに行く。いきなり同時多発テロ。俺ならばマイクロフォンか化学燃料。ほんま気にやめたら。ガレンジズガレンジャングルは普段してませんからね。はい、いらっしゃいませ。に利用されているってマジ。あ、そうなんだ。あ、一個聞いていいですか。あのシャコナーの Q って今これオラクルでカンパできましたっけ。できます。なんで筋トレしたのにウルト使わなかったの。今のガレンってクローノとモータル積んだら 100% 物理防御関数するんですか。今くだいつつなんですか。ガレンできないんだ。ありないってラップのバカ NG で夜ご飯何食べたい。できない。それはできません。無理じゃなかったっけ。できない。めんどくさい仕様ですね。本当にガレンジャングルという神殿でブランドジグしてください。できないよ。できない。無理だったはず。できない。それはできません。それはできません。それはできません。ジャーロンの演奏は何の香り。できる時もあるよ。タワー以外のに最初それはできない。とは限らん。心に打ち込むのライムはワンリッシュのバリスタに番地内のあいつ名手か。いやー本当にミリ足りないが続くな。厳しい。惜しい。だいぶキル入ってるんですよね。了解1足りない。インフィニティエッジツモウ。アッシュってあんな動きできるんだ。このうんち、今の全体的にあの負け気味ですね。うまくない。運がいいだけ。ズロイ修道士ならペンタ取ってる。みんなギリギリ。覚悟とは、暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだ。そうですね。アッシュのうんち臭そう。ギリギリ。全部臭そう。アッシュのうんち臭そうってあの、ちょっとでもムカついたらあのうんち臭そうっていうね。小学生並みのあの判断するのやってもらっていいかな。うんち臭くないと思うけどな、僕は。逆にもう下火じゃないかな、進撃の巨人は。多分だけど。流行ってたかな、多分だけど。そう、行かない方がいいぞ、行かない方がいいぞ。あー、ベーガー大丈夫かな。
くないうんちとか何がいいんだよ。プロテイン飲んでた時期はマジでうんち臭かった。ハリー氏はウサギみたいなうんちしてそう。ちょいちょいよくわからない自慢話をされるんですよね。ちょっと帰ろうか。帰らなくてもいいかな。ちょっと面白かった。ルーローイ修道士ですね。ちょっと面白かったですよ。キル持ってますからね。余裕があったんじゃないかな、それだけ。ありがとうね。やめてね、それね。よく予感がするんだけど、ゲームボーイの次、ゲームボーイカラーとかっていうのやめてね、それね。永遠とそれ紹介されるのね。キルは取れたけど。やめてやめてやめて、その ラップバトルするのとか、この栄光どっちが大切なのか。どっから書いたんだろうな。でもさすがに追えないか。ありがとうね。いるかもしんないけど、ロムってる可能性がありますからね。呼び起こさないで、うん、呼び起こしちゃいけない魔物だから。あれはうーん、無理する必要なかったな今。よく押すね、それ。モータルリマインダー積んだ方がいいってこと、それは。積まないけどね。先にあれかな、これ AT 車庫なんだな。ただ相手は万能に座ってるからな。もうほら、最悪、ゼロから始まるからね、ゼロ一とかから。最初のやつから始まるから、これもうやめて、それは本当に。してますよ、デュエルリンクス。デュエルリンクス、コナミのゲームと思えないぐらい、いいですよね。まだ積まないというのが定格かな。装備なんていうんだろう、ゴールド分対価っていうのかな。ガチタンクにするわけでもないから、積んでもそんな強くないんですよ。楽しみじゃねえんだよな。これ僕が入って、これくるな。悪事キングの方がうまいんじゃないかな、なんとなくだけどね。あれ、ラップのラの字も知らないでしょ。パーサカーのやめましたよ。ダブルブレーカー、これ使うの。今なんかワールドブレーカーとかあるらしいですからね。ワールドブレーカーね、シールド全部破壊するらしいですよ。もうバジュラのトリプルブレーカーぐらいで僕満足だけどね。アブゾドルバとかね。本当にな、好き勝手やってるな、本当に。ガチで好き勝手やられてますからね。
最強じゃないしね。三日寿に瞬殺されましたからね。熱まさみっていうのは説明シーンだけ死ぬほど長くて、試合開始の開始の瞬間にですね、瞬殺されたキャラですね。ちょっとメケでちょっと笑っちゃった。今カメラアップね、これ行かない方がいいな。唐吉成はまだ最強って言われてもまだマシかな。根津正美よりはね、根津正美よりはマシかな。これ当たるのか、負けると当たったら。最悪僕フラッシュがあればアッシュぐらいはやれるはずなんだけど。カルラ僕大嫌いだけどな。カブラギだっけ、ミズソンなんて名前確かね。確かにね、魔法とか使ったり普通に銃使ってる人たちがいる中でね、肉体と剣だけを武器にするのは凄まじい勇気だと思うけど、うるしんだな。ルルもったいないですね。これ AD だしね、 AD ルルだしね、回復量がうんこなんですよね。なんで僕孫悟空の名前まで言わされなきゃいけないんだろう。ドラゴンボールの主人公ですね。やばいな。続けられるか。やめて帰ると思ったけど続けるんだな。ルルは通ってませんよ、一回も。何が？うん、僕オレンジーナかな。あ、だいだ、僕が一回ちょっと笑っちゃうと、それはね永久にやられるからね。これ美味しかったって言うと何回も同じ料理作るお母さんと似てますからね、それなんか。もうタイトルでも完全に説明してなかったんだけどな。これは無理かな。無理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 、片つむりだな、ちょっと。なんかあれですよね、オランジーナの違う味がなんかつないでするって言われましたね。いやー、綺麗に決められましたね。頑張った方だと思うけど、ちょっと無理がありましたね。負けましたね。負けちゃった。全ならどっち好き、ラップバトルはした方がいい。ウェカンウィン、史上最強の弟子剣一最強、史上最強の弟子剣一最強、史上最強の弟子剣一最強ですやな。
時間の無駄だった。マスターいいみたい。どんまい。うんちっち。てかさ、過去の栄光とか関係なく S じゃなかったですよ。A でしたね。タクマンの方が強い。3333333。あー、負けちゃった。勝てると思ったけどな。あっというみたい。これは S ですか？とは限らん。S 取れそうだな。あー、負けちゃった。A だった。S じゃなかったですね。プラ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 。ストレス発散には最高の枠。連投コメって流行ってるんです。そう、もうあの本音まで漏れちゃってるからな、みんなのストレス発散には最適みたいなね。まあそれはそれで僕いいですけどね、楽しんでもらえるんだったら。あの試合を終わったの見計らって来ましたね。グリーダーアイランドのカード紹介できね。タクマン用つべで検索引っかからないでほしい。タクマン用つべで検索引っかからないでほしい。タクマン用つぶラップ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 。そう、僕はあの動画をたくさん投稿しない理由にもあって、まあ人によるんだろうけど、あの動画の投稿しまくったら絶対一個一個のあの減るんでしょ、あれがね、面白さがね、一個一個の面白さ減るんですよね絶対。だけどだったら僕はあの一個そこそこ面白い動画の投稿した方が僕いいと思うんだけど、だってあのニコニコ動画でロール実況ってもうほぼほぼないじゃないですか。ないですね、確かね。ゆっくり実況はあるけど、それであのたまたま上がってそこそこ再生数あるゆっくり実況、ロール実況が全然面白くなかったら、あ、ロール実況ってつまらないんだっていう風になっちゃうから、だから僕はあんまり投稿しないようにしてるかな。まあそこそこ、まあ投稿してもいいかなっていう風に思えるレベルになってるからですね。そんなこと聞いてない。聞いてなくても僕は聞いてもらいたいんですよね。じゃあやります。じゃあ愛されてるあんたもそうだろう。インユメ実況はなぜか大量にあるぞ。333333444444449999999999。そう、僕の好きな実況者の言葉借りるんですけど、ゆっくり実況やインム実況ってつまんない動画が出来上がる方がおかしいんですよ。自分のあの入れたい、もうこれ絶対面白いだろうなってことを入れまくれるから、自分が面白いと思ったことを入れまくれるから、絶対あの面白いとかになるはずなんですよ。だからあのゆっくり実況やあの陰夢実況で面白くなかったら僕はあの相当やばいと思うんですよね。何回も練った上でやってるはずだから。上から目線っていうわけじゃないと思うけどな、普通はそう思うけど。僕は日本のレギュラーより1回の伝説ってやつやね。うんち、わら、上から目線か。ミス、おっさん、上から目線かなこれ。普通じゃね。ゆっくりか。そんなつもりはないけど、ドル今ドルしてみたんだけど、そんなことないだろ。あ、よかったですね。いろいろあの楽しいですよ。マスターに見せてください。やめたげて。お家でこしらえてきたネタじゃ身軽に勝てないことが分かった。だから今日はそこしか見てねえ。クソ大登場。キャラクターのコンテンツ資産曲がりできるからね。ごめん。ゆっくり実況とかインム実況って競技なんですよ。実況というより競技なんですね。どんだけあの時間内にあの視聴者が食いつく内容を入れれるかっていう競技なんですね。っていう風に歳三さんが言ってた。それを聞いてあの僕はあの納得っていう風に思ってましたね。ありますよ。結局ボクシングやらせてましたからね。あれがありましたね。ロル実況っていうか、ロルあの始めたばっかりの人が、ロルであの始めたばっかりの人が、